ひまりニュースの時間です。大韓貿易投資振興公社コトラが輸出の落ち込みを打開するため22日から2週間日本オンライン韓国商品展を開催しているようです。大韓貿易投資振興公社コトラが22日から2週間大規模なオンライン韓国商品展を開催する。今回の展示会には中小・中堅企業149社が参加する。今年、日本向け輸出は第1四半期までは前年比 0.2% の伸びだったが、コロナ19の影響を受け、4月と5月にはそれぞれマイナス 12.6%、マイナス 28.8% を記録し、急激な減少へと転じた。コトラは輸出ムードを反転させるため、オンラインで日本バイヤー専用展示館を構築した。オンオフラインプロモーション、画像相談、サンプル発送費支援といったパッケージ事業を進める。展示品目は日本輸出、有望分野を厳選した。室内レジャー用品、マスクパック、幼児、生活用品など消費財の他にも、デジタル転換の恩恵分野である ICT 商品、サービスを展示する。産業競争力強化のため、優秀素材、部品、装備製品も展示する。コトラは、日本市場が異なる流通構造と保守的な傾向のため、初期参入が難しいことを考慮し、日本市場進出戦略ウェブセミナーも実施する。日本現地の流通、ビジネスの専門家が出て、市場特性と成功ノウハウを共有する。貿易間別に担当国内企業を指定し、日本市場進出のメンタリングも実施する。コトラのリュ・ジェウォン貿易基盤本部長は、今後はデジタル貿易が普遍的なマーケティング手段として定着するとし、ポストコロナ時代に備え、韓国の輸出がプラスに転換できるよう最善を尽くしたいと述べた。一方、コトラは中国、ASEAN、日本地域でオンライン商品展を開催した。下半期には CIS、西南アジア、ヨーロッパ、アメリカ、中南米、アフリカなど全世界で展示を続ける計画だ。とのことです。いかがでしたか？大韓貿易投資振興公社コトラが輸出の冷え込みを打開するため、えりすぐりの商品を揃え、オンライン商品展を開催するというお話でしたね。皆さんの意見をご紹介します。申し訳ないが、国内で韓国製品はほとんど見当たらない。また、生産地を確認することが日常の行動となったため、これからもギャラクシーを含めて韓国製品を購入することはないと思います。輸出が低迷すれば、外貨を稼げずに困るというのはわかりますが、日本製品の不買運動を行い、親日商産禁止法を成立させようとしていながら、その傍らで韓国製品を買ってくださいなんて、どんな神経しているの？ノージャパンはどうするの？日本には売らない方が絶対いいよ。日本は形勢は間に合っているし、パクリも多いし。日本人からは散々な意見が多いようですが、韓国の方はどう思っているのでしょうか？今のところネットへの書き込みはないようです。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。